市小倉のど真ん中に B 級グルメ好きは絶対見逃せない新たなスポットが誕生します。六一、はい、実はまだ私見たことないんですけれど、松崎さんも見たようですね。はい、私今週から見始めて、はい、今8話まで来ました。夜更かしが8話まで、はい、続いています。でこれまで韓国ドラマというと女性を中心に人気を得てきたんですけれども、うん、この愛の不時着、動画配信サイトで世界中に配信されると性別や年齢を超えてファンを獲得しているんです。一体何が心を掴んだんでしょうか。参りましょう。行楽の秋、スポーツの秋ということで、外で体を動かすにはこれいいんじゃないかな。なんかね、魅力的なスポーツがオープンして飛んだり跳ねたりできるような施設なんだって。江口か。特集です。プールで力強く泳ぐこちらの少年ですが、ダウン症で右手の指がない障害を抱えています。夢は水泳でのパラリンピック出場。母親と二人三脚で奮闘する日々を取材しました。さて、コロナ禍ではさまざまな飛沫防止対策が考えられています。はい、北九州市の会社が開発したパーティションが今日の優れものです。材料がちょっと他のものとは違います。こんにちは。こんにちは。桃地ハマスとは特報ライブ、山口菊一郎です。小野彩香です。